では外装フロントバンパーから見ていきます、まず右前とここですね、傷がついてタッチアップされているような感じですね、あとは多少飛び石とか、擦り傷とかっていうのが、ちょこちょこついているような感じですかね、リップ下も、多少の飛び石傷があるかなといった感じです。こんな感じですね。でヘッドライトは比較的綺麗な方ですね。左右ともこんな感じです。で、ボンネットの方は目立つようなへこみはないですね。ちょっと塗装のハゲが、ちょっとだけ出てるぐらいですかね。で、左のフロントフェンダーです。もう多少塗装の剥がれがあるかなといったぐらいで、そんな気になるようなレベルではないですね。でホイールは純正の16インチで、タイヤの溝はまだまだかなり、残っています。グッドイヤーですね。ドアミラーは綺麗な感じ。助手席側のドアも特に目立つような傷はありません。サイドステップ周りなんかもこんな感じですね。ちょっと乗り降りの時についたような、こういうような、薄い傷はついてます。リアフェンダー、これも綺麗ですね、結構。で、リアホイール、リアはですね、ディレッツァの DZ102 が、装着されております。タイヤの溝はリアもこんな感じでまだ全然残ってますね。で、へこみの方はここに薄くちっちゃいエクボのへこみがあるかな。透かしてみると分かるっていうぐらいですかね。はい、リアフェンダーは特になさそうかな。で、リアバンパー、ここにちょっと傷がありますね。そこ以外はこれといって大きく目立つような傷はなさそうかな。で、マフラーは純正です。こんな感じですね。で、トランク特に傷へこみなさそうですね。綺麗な感じで、右リアフェンダーです。こちらも傷らしい傷はないかな。ちょっと薄い傷はありますけどね、ほとんど目立たないですね。右リアホイールもこんな感じで割り傷はなさそうですね。運転席のドア、こちらも乗り降りの時についたような傷ですかね。薄いクリア傷みたいなのがついてますね。サイドステップ周りなんかは結構綺麗な感じ、こんな感じですね。で、フロントフェンダー、ちょっとここに傷があるかな。そこぐらいですかね、こんな感じ。ホイールは4本とも割り傷っていう割り傷はなさそうですね。へこみは特にないかな。大丈夫そうですね。で、ガラスホロに変わっております。こんな感じ。特にホロの切れとかもなくて綺麗な感じですね。これはなかなかポイント高いじゃないですかね。はい、以上 S2000 の外装でした。